裏口入学仲介に禁錮3年半って、女優とかも逮捕されてますからね。50人以上が裁判にかけられて、6000万とか7000万とか払っててさ、あなたの望む点数にするって言って引き受けてたんですよ。マークするだけで百何十万円ですよ。はい、始まりました。ムテツチャンネルです。さあ、今回なんですが、裏口入学仲介に禁錮3年半というですね、はい、名門大学に入れてた仲介屋が逮捕されてから、まあしばらく経ってるんですけども、ついに禁錮刑3年半渡されました。日本のニュースだとものすごく短いんですけどもね、これはアメリカではむちゃくちゃでかかったニュースなんですよ。ただ今アメリカって議会の方のニュースばっかやってるので、これ大きく取り上げられてはいないんですが、2019年、当時はですね、ものすごく大きなニュースだったんですよ。なので調べました。そしたらとんでもない事件ですね、これね。もうだってネットフリックスで再現ドラマ出てますからね。1時間40分ありましたよ。それぐらいすごいことなんですよ。なんたって女優とかも逮捕されてますからね。まあ関わった人たち50人以上が裁判にかけられたりね、有罪になったり無罪になったりあったんですけど、すごい事件ですこれ。リック・シンガーっていうのがね、主犯格なんですけども、彼がついに3年半の刑になったんですけど、彼が仲介してお金をもらってですね、お金持ちの子供たちが一流大学に行けてたんですよ。イェールとかね、イェール大学とか、スタンフォード、UCLA、University of Southern California、USC なんていうね、すごいいい大学とかに行けてしまったというとんでもない大事件です。はい。で、大学内部の人間だったり、アメリカはスポーツの推薦いっぱいありますから、だからコーチたち、またね、これはね、巧妙なんですよ。すごくよく仕組まれててね、ひどい。そして、SAT とか ACT っていう試験、これも仕組まれてました。そう、つまり推薦入試もインチキがやられてたし、試験を受けるその試験もインチキしてたっていうですね。いや、とんでもない事件です。学校側にも不正をしている人間がいて、そことつなげてですね、こういったことを実現させたんですよ。とんでもない事件ですよ。オペレーションバーサティブルーズって言われてて、まあなんかスパイファミリーのねタイトルみたいですけど、バーサティブルーズっていうのはドラマかななんですけど、すごい賢くて勉強もできてスポーツマンの子供が主人公なんだよね、確かね。だからそれから撮ってるんですけど、あ、バーサティっていうのはユニバーシティのことです。ローリー・ラフリン、まああのフルハウスね、私が見てたベッキーですよ。ベッキーの娘ね、娘がね、オリビア・ジェイドっていう、まあ YouTube とかでもすごい人気のあった人だったんですけどね、まあバレてしまう一因でもあるんですけど、なんだっけ、ボート漕いでるような写真を使ってすごいボートやってるみたいな感じで、このスポーツの推薦で行くんですけど、チェックした時にあれおかしいぞってなって、やってないじゃんスポーツ、高校に確認とかねしたりしたんですよね。でまあそのスポーツもね、すごい手の込んでて、お金持ちの人がやるようなスポーツ、あとはマイナーであること、例えば乗馬だったりとか、お金持ちの人じゃないですか基本的にやってるのとか、あのヨットね、セーリングとか、ああいうのをやってる人って寄付金がすごいんだって、やっぱり大学側に。だからそこを利用してそういう推薦で取ろうって大学側も動いてしまったと。まあ動いてしまったというか、大学内でそういう風潮があって、こういう風にやってるんですよみたいに合格しやすくしてた。てかみんな受からしてたんだけどね。なんたって何千万円って払ってるからね、一回6000万とか7000万とか払っててさ。それで大学側もね、何百万っていう。で、このまま仕組みもすごいんですよ。それではウォーラーポロ、水球のことですけど、そういうのね、写真とかもさ、合成するんで、フォトショップとか使ってさ、さもその子がね、本当にそのスポーツをやってたかのようにやる。ただ、コーチとかもグルですから、入試やる側、USC、スタンフォードとかね、映ってたけど、その人たちもグルだから、別に練習に行かなくていいんですよ。偽物の選手ですからね。で、それでも合格できちゃうっていう、とんでもないシステムだったわけですね。じゃあテストを受けりゃ SAT とか ACT ってテストがあるんで、じゃあそのテストを受ける方はどうなのって、こっちも不正ですから。フェリシティ・ハフマン、私の好きなラネットですよ、デスパレット・ハウスワイフスの、彼女もね、14日間と罰金3万ドルになってましたけど、娘をね不正入学させたんですよ。でフェリシティの方はですね、 SAT こっちはそうそう結構安くてっていうのもあれですけど、なんか割引受けてたんじゃないかなと思うんですけど、 SAT のスコアを15000ドル、だから150万ぐらい、今だと200万ぐらいするのかな、を支払ってていい点取ったんですよ。でここのね仕組みがすごいよ、どうなってるか。まあ SAT って1600点満点で、だいたい1500ぐらい取らなきゃダメよと、それより上じゃないといい大学行けないよ。 ACT だったらまあ36点満点で、まあ34以上は取らないとダメでしょうって言われてるんですけど、あなたの望む点数にするって言って引き受けてたんですよ。どうやんのってわけなんですが、まず1個目の段階のねやり方としては、診断書の偽装ですね。この子は考える力とかがないとか、知恵遅れであるみたいなことを証明するもの、まあ偽物ですけどね、
ねをやるんですよ。そうすると普通の試験の会場じゃなくて、まあ普通学校でやったりするんですけど、別のところで受けられると、家だったりとか別のところで受験できて、一人しかいない試験監督と一人だけっていう状況で、知恵遅れとかのふりをすると長くできるんだって時間が。だからすごく普通の人よりも試験時間が長くなる。だからその時言ってたのが、演技しろって言われてたよね。できない子のように演技をしてわざとゆっくりマークしろとかってやってたね。でもう一段レベルがいくとですね、その試験監督が悪いやつなんですよ。だわざわざなんか別の特別会場みたいなとこ行くんですね。東海岸から西海岸に行ったのもあったよね。でそこに行って、その会場で試験監督と二人でやるんだけど、終わった後にですね、試験が終わった後にその試験監督が希望の点数の回答を塗るんだって。何それみたいなさ。でこの解いてた試験監督ですね、1回で1万ドル、1回その試験監督やって不正にマークするだけで百何十万円ですよ。すごくないですか？だボロ儲けです。もうだって一回の不正で何千万円もらってますから、その何千万円から何百万とかって、こう、ボン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 、そうそう、寄付金とかっていうのもね、700万とかやってましたけどね。で、じゃあ、なんでバレないんだっていうね、おかしいでしょ？どう考えたってお金の流れとしてさ、そんな大量のお金が動いてたら、バレるでしょ？普通にだって監査入ったら。で、そのやり方っていうのがね、またすごくて、それをどうやってたかっていうと、リック・シンガーは自分の機関を持ってて、で、そこのファウンデーションへの寄付なんですね。ドネーションで全部ドネーションってことにしてたんですよ。それはすごいお金持ちたちが、私たちの基金では恵まれない子たちへこんなにいいことをしてますって言って、それに対しての寄付だって言ってるわけ。まあそれにしたって額がおかしいんでバレるんですけど、まあもちろんね、スーパーお金持ちっていうのは寄付をすることによって税金対策とかしてる人なんていっぱいいるわけで、そういうことは全然あり得るわけなんですが、まあそこをついてるわけですよ。そこの基金への寄付であるということにして、これが行われてたわけですね。で FBI が動いて、 FBI に盗聴されてたんですね、全部。それによってね、全部がバレていくんです。ただね、これで終わらないから、やっぱり1時間40分のさ、ドラマになるわけですよ。ドキュメンタリードラマになるわけですよ。何をしたかっていうと、 FBI が司法取引みたいなもんで、暴露したら刑軽くしてやるってよくあるじゃないですか。あれでだから最初の人、リック・シンガーをおびき寄せるんですね、ホテルに。新しい確かクライアント紹介するよみたいなのだかな。それでホテルに呼んで行ったら FBI だった。ミラ取りがミラになったじゃないですけど、その後に今度はリック・シンガーが今まで相手にしてた人たち、顧客たちを騙して証拠を集めるんですよ。でそれによってまあ FBI からは刑が軽くなるって言われてるんでしょうね。でそれを淡々とやっていくの。嘘つきで誰も信じてないんですね、そもそもリック・シンガーっていうのは。だから騙すっていうことに慣れてるから、今まで相手をしてきた顧客たちをみんな騙していって、で本当に平然と騙していったっつってね、それで証拠を集めてずらーっと一気に逮捕っていうすごい事件です。もう大企業の社長、弁護士とかすごいいいポジションの人たちが続々と捕まったっていう、この不正入試事件でアメリカで最も大きな事件ですからね、超絶話題になったものなんですよ。合計すると30億ぐらい稼いだんだよね、リックは。確か25 million って言ってた気がするんで。で、ただそれ捕まっただけだから、おそらくもっとあるんですよ。だって2011年からやってるって言ってたから。ただ、まあ、どこまで本当なんかわかんない。もともとはバスケのコーチやってたんでね。で、バスケのコーチやってて、で、クビになって、なんか結構パワハラ的な感じだったらしくて。で、そっから、いろんな入試に関してアドバイスをする人に変わったんですよね。まあ、まさにスポーツのコーチやってて、いろんな仕組みを知ってたと、大学へのこのね、どういう風に入試ってされてるかっていうのを知ってた。でそこからカリフォルニアのサクラメントっていうところなんですけど、そこでアドバイザーとして働き始めて、なんかもう入試に関して聞きたいことがあったらもう彼のとこに行けみたいな感じで始めたんですよね。でそこからどん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 規模が大きくなって、コネを作っていきっていうね、すごかったよ。だから大富豪たちとのコネクションをどんどん作っていくんで、パーティーに呼ばれたりとかさ、もうアメリカ中飛び回っていろんな国にも行っててね、すごい人でした。まあ結局逮捕されましたけど、なんで3年半なんだっていう声がすごい上がってるんですけど、まあこんだけ協力してますからね、普通だったらとんでもないことになるだろうけど、逮捕に協力したってことで減刑されてるんだと思いますね。逮捕された人たちはまあ何ヶ月とか何週間、まあ、何ヶ月が多かったかな。もちろんギルティになってない、有罪判決を受けてない人もいましたね。まあ超絶お金持ちたちですからね、凄腕の弁護士を雇って戦ったんだと思いますけど、いやーすごい事件ですね。まだでやっぱこんな不正入試ができてしまうようなシステムを作ってるのが悪いんだろうってね言ってましたね。
てかね、プライドさえ捨てれば別に不正入試じゃなくたっていい大学行けるんですよ、お金さえあればね。アメリカってあのコミュニティカレッジっていうとこ行って2年間、その後に編入してやればいい大学を卒業することができるんですよ。でもやっぱ恥ずかしいんだろうね、コミュニティカレッジに行ってたとか、高校出てすぐに一流大学入ったっていうブランドが欲しいんだろうね。まあ、特にそこでのね、1年生2年生の時にね、寮で過ごすっていうね、経験って貴重なものであり、まああとコネクションね、作るにも大事なものだからね。だから入れたいんだろうね、何千万って出してでも。え？さすがアメリカって思いました？いや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 、対岸の火事みたいに思ってるかもしれないですけど、この国だって行われてますよ。アウトとグレーとオフホワイトが存在するって感じですね。だあるんですよ、お金さえあればちゃんといい大学入れるルートはあります、ある、実際ある。でもこれはグレーでしょ、いやこれはアウトでしょっていうのもやってるから、だからね時々問題として出てくるじゃないですか。ちゃんとした道もある。そうだから、そのお金持ちとしてそのちゃんとした道を使えばいいのに、なんでわざわざねこっちに手を染めてしまうんでしょ、アウトの方にね。まあやっぱりプライドだったりなんだりがあるってことでしょうね。皆さんはこのとんでもない事件どう思いますか？ぜひコメント欄でご意見を聞かせてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.